い、こんにちは。こんにちは。Guten Morgen。ドイツに住むオペラ演出家、ツリーツこと、ツリアンネイツコがお送りするボイスブログ、音楽のある南ドイツ生活です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、フルーティストの恩田美香さんと一緒に、またね、この音声ブログをさせていただきたいと思ってます。恩田さん、こんにちは。こんにちは。この間ね、音大の、ドイツにね、恩田さんが留学された時に、こうどうやって、フォー・シュピーデンって言って、こう、先生の前で初めてね、こう、ちょっとご挨拶がてで弾くかっていうお話、吹くかっていうお話をちょっと聞いてたんですよね。すっごい興味深かった。私自身が、楽器では、行ったことがないので、すごい興味深かったんですけど、その先の続きもちょっとお話聞きたいなと思っています。恩田さん結局何回ぐらいフォーシュピーデンに行ったんですか？いや、何回だろう。ね、10校以上は行ったと思います。おー、わー。あ、そうなんだ。それ全部受けたんですか？結局受験したのは1校だけだった。ああ、そうなんだ。ドイツではね、デトモルト受けて、受かってね。デトモルトがね、フルートとか管楽器では本当に有名な学校ですよね。結局そのフォーシュピールした、した中で、あとですね、フォーシュピールする前にですね、日本からちょっとできることはないかなと。いうわけで、その語学学校に行く前にですね、当時カセットテープっていうのを知らないと思うんですけど、そうだよね。その当時カセットテープ、カセットテープっていうのに自分の演奏を録音しましてですね、それを先生たちの住所わからないので各音大の受付みたいな事務局に送ったんですよ。それもね、多分10個ぐらい売ったのかな。ああ、そうなんだ。普通の事務局の人は、募集要項みたいなね。こういうふうに受験しなさいみたいな要項を日本に返送してくれたんですけど、唯一ですね、デトモルト音大だけは、フルート科の教授にね、わざわざ渡してくれたんですよ。おお。で、そのフルート科の教授が演奏を聴いて、なんかいいじゃんみたいな。で、フォアシュピールにおいでってお返事くれてたんですね。すごいね、手紙で。そう。もう今じゃ考えられないよね。Eメールとかで済んじゃう話が、ちゃんと手書きの手紙が届いたんですか？そうなんですよ。今だったらね、先生のアドレス調べて、音楽ファイルで送ってっていうことが事前にね、できるし、むしろ動画で撮れちゃいますね。はい。そんな感じで、だから、デトモルト音大に関しては、事前なコンタクトがある状態で先生に会いに行ったっていう感じでした。なるほど。私みたいに行き当たりばったりじゃなくてね。それびっくりした。そんな風に先輩突撃で言ってたなんて、玉砕しちゃうことなかったです？先生なんか1週間なんか別のとこ行ってるよとかなかったですか？1ヶ月そのバックパッカーの旅を計画してたんですよ。だからそれでなんか乗り放題のユーロパスみたいなのを持っていて、でこうドイツ国内を新幹線みたいな ETA っていうんですけど、早いやつ、あれを使うと結構ね、ドイツ国内ピュンピュンって行けるんですよ。端から始めて。ちょっと待って、そんなことないと思うよ。ベルリンミュンヘンは8時間とかじゃないのかな。ベルリン8時間ぐらいか。そうか。むちゃくちゃだよ。だから、良い子のみんなは今だったら、そう、真似しないように、今だったら多分ウェブで音大が、これから受験するみんなは、音大の方で多分教授リストを出してるんですよ、絶対。で、そこから、
アドレスを見て、うんうん、あのコンタクト取るのぐらいいいんじゃないかな。あの結構インターネットに、あの音大のインターネットに行くと先生方の名前が書いてあって、下手するとその先生方 の、 あの名前をクリックするともう直接 E メールが送れるようなシステムになってるところ結構多いですね。すごいよね、うんうんうん、だからもう本当直接メールとか送れる。ただしその大学のメールアドレスをその先生が毎日チェックしてるかはちょっとわからないです。うん、確かにそうあるかもね。そう、うん、時々あのすごいお年の先生でメールアドレス一応学校からもらっててメールアドレス書いてあるけど一度も開けたことないみたいな先生もいるので、メールの返事が来ないからしょぼんとかしないで、あのそういう時は突撃する、突撃しなさい。あと、うん、気をつけなきゃいけないのがバケーションが長いこと、うん、あそうね、それはありますね、うん、それも教えておいてね、教えといてほしいとこですよね、うん、あそうですね、どれぐらいの期間休みかな。あのドイツは夏休みの休みの期間が週によって変わるんですよね。あそっかそっか、うん、ずれるんですよ。だからなんか5月ぐらいからもう夏休みに入る週があれば、なんか8月ぐらいからようやく夏休みに入るみたいなところがあって、ドイツっていうのは週ごとにあの全部そういう決まりとかが違うんですけど、ドイツが一遍全部に休みを取らないようにあえて1週間とか2週間ずつ週日出してるんです。うん、そう、その期間は絶対働かないから、うん、多分見ないと思う。そう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 、2ヶ月しょぼってならないようにね。ですよね。そう2ヶ月くらい、ね、そう大学2ヶ月ぐらい休むので夏に。で冬休みもクリスマスの前から、うんうん、ね1月の頭ぐらいまで待ってたりとか、ね、うんですね。だからその辺、あとか春夏ゼメスターと冬ゼメスターの間にまた 1,2、うん、ヶ月休暇ありますよね。あるある、うん、でそこも毎年動く、その休みの日にちが毎年動いて週によってまた変わるので、あのちょっとそうあの突撃するんだったらそこは気をつけてあの見ないといけない。突撃してね、夏休みだったらね、もったいない、ね、そう残念だからね。そう、それは誰もいないってなっちゃう。そうなんですよね。うん、要注意ですね。うん、あれですよね、ドイツって音大一つの音大につき2回しか受験資格ないですよね。うんうん、確かそうだったかもしれない、うん、それもあれですよね。なんかそのチャレンジして、ね、何回でもチャレンジしてなんか留学受験生5年目とかいうことはドイツはできないのでね。なんかそういう意味でドイツの先生方って結構さっぱりしてません？そのフォージンゲンとかフォーシュピーデンに行くと、うん、あの君受かるかもっていうのと無理ってはっきり、無理な時無理ってはっきり言われますよね。すごくねはっきりしてるんですよね、うん、そこでまあ可能性があるのかないのかと、まあこの前お話ししたようにプラスって言うんだけど、うん、空きが出るのか出ないのかっていう話をすぐ、すごくねはっきり言ってくれるんですよね。そのフォーシュピーデン、フォーシュピーデンした後に何回かレッスンに通ったりとかしたんですか？通った先生もいらっしゃったんですけど、うん、なんかね、あんまりね、それしない方が、しちゃダメみたいなことを言われたことあるんですよね。へぇ、そこで癒着みたいなのがあると良くないのかな。はい。基本ね、しちゃいけないようなシステムになってるんだ。ああ、なるほど。そっかそっか、うん、なんか。でそのフォーシュピーデンもあのちょっと簡単なレッスンみたいなところまで発展しても、もちろんお金とかは取られないんですよね。取られないんですよ。ゼロ円です ね、もちろん、うん、それすごいですよね。日本だとね、あのレッスンに行くのにまたちょっとお金包んでみたいな感じですもんね。かなりのね、かなりの金額ね、正直ね。ね。そう、そういうのないの。そういうのないのすごいですよね。そういうのないの、うん、ちなみにですね、ウィーンは、何回受けてもいいんですよ。そうなんですよ。そうウィーンはそれなもんで、先生方もフォーシュピーデンとかフォージンゲンの後にその生徒を囲って週に1回とかレッスンを学会でやってるんですよ。あらあら、日本みたいに。
そうだからちょっとそこは日本みたいな感じだから結構やっぱりな金額を毎週持ってってレッスン受けて、でまあうまくいけば受かるし、まあ、うまくいかなかったらまた来年みたいな、そこも先生方はウィーンの先生はあまりはっきりはないんじゃないかな、受かる受かんない無理よとかは、うん、その辺はちょっとねこうウィーンはちょっと日本と似てるなと思うんですけど、ドイツはそういう意味で非常にさっぱりしててお金取らない、一回見てあげる、うん、あのね、もう無理だからやめなさいってはっきり言われるみたいな、うんうん、なんか潔いかなっていう気が、うん、分かりやすいねですよね、うんうん、入学試験も全然多分日本と違うと思うんですけど、はいはいはい、うん、どんなでした？私の時はね、30何人来てたのかな、ほうでですね、うん、先生たちいらっしゃって、うん、で、コレペティって言って公式伴奏みたいな先生がいらっしゃるんですよ、はいはい、でね、合わせ一切なしあー、そうなんだうん、で、モーツァルトのコンチェルト、うんうんうん、はもう必須なのね。ほう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 。それはどこの、どこの音大も、うん、どこの音大も、これはどこの音大もかも。そうなんだ。へぇ、うん、大体入試だと、まあ、フルートの場合、デードアのコンチェルト、1楽章、2楽章とかかな。へぇ、で、もう一つは任意の曲。で、2位の曲も、うん、その場でその公式伴奏の人に伴奏譜を渡して、はい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 、その場で吹くっていう、うん。で、まあ、何分間吹くかとか、うん、なんか、ちょっと記憶が曖昧なんだけど、うん、早く切られちゃうこともあるし、うん、全部吹かせてもらえることもあるし、みたいな感じだった気がする。ああ、そうなんだ。うん、あ、何分以内のかでもない。うん。ないの、ないの。ああ、そうなんだ。だいたい何分ぐらいらしいよ、みたいな噂とかはなかなか出てきたけど。私、マルタのバラードだったんですよ。はい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 、はい、いい曲です。で、うん、説明するとちょっとこう現代曲みたいなね、ちょっと合わせるのにはなかなか、うんうん、あのいきなり会ってこんにちはで合わせるにはなかなかヘビーな曲で、でもまあ何があっても気にせずに行けっていうのがセオリーで、ピアノの人ともう会わなくなっちゃったとしても突き進めみたいなことを言われてたから、もう突き進んでとりあえず突き進んで、なんとか行ったみたいな、そんな感じで、まあ吹き終わると先生たちと、まあ、2、3ちょこっとこっとお話しするっていうかね、うんうんうん、どれぐらい言語が分かってるかとかも多分判断基準にあるから、うん、まあ、少し会話みたいなのだったりした気がするな。で、その後もお部屋からさよならって出て、うんうんうん、でですね、なんとその日のうちにね、発表されちゃうんですね。おお。うん。一人ずつ呼ばれるの、うん。あ、そうなんだ。そう、その部屋に。ほう。で、Sie haben bestanden か、うん。あ、ハーベニヒットベスタンかなんだけど、うん、私まだそんなもうドキドキしちゃってるドイツ語もよく分かってない、ベスタンデンなのかニヒットなのか分かんないで、うん、おかーんってなっちゃったそしたらベスタンデンみたいにすごいみんながわはははははって笑ってえ、受かったんだってなってびっくりした。ああ、そうなんだ。その場で言われちゃうの。ああ、一人一人呼ばれるんですよ。一人一人呼ばれるんですね、部屋に。そうなの、部屋に。え、それでまた何か言われるんですか？なんでかとか、理由も言われるんですか？いや、なんかそこはなんか和やかに終わった気がしますね。そのジーハムベスタンデンっていうことを一言言うために一人一人呼ばれるの。そう、大体がまあ2人で終わっちゃうんだけど、はい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 、はい、いち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 呼ばれる。
で、いちいちドア閉めて、いちいち閉めて、一人ずつ言われるんですよ。で、もしかしたら2匹の時はこうしたらとか言ってくれるのかもしれないですね。願わくばね、出会ってほしいですよね。うん、せっかく呼ぶならね。ですよね。へー。あ、面白い。あの、音階とかそういうのとかはテストはあるんですか？あったのかな？ちょっと今ね、それを思い出そうとしてたの。はるちゃんおかすぎて忘れちゃった。あったような気もしなくもないな。楽天とかそういうのはあった。あ、楽天もあるんだ。あったあった。あったあった。福木もありました。あ、そうなんだ。うん。あ、でもこれは、私は1年生からの入学になる。はいはい、ことになってたから2年間しかね、うんうん、日本で学んでなかったので、うんうんうん、1年生からの入学っていうことが言われてたので、うんうん、まあ、楽天聴音、うん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 、あと福歌ピアノもやらされた。なるほど。ただね、これも変な話っていうか、うんうん、で、うん、まあ他の学校では3セメスターから編入できるよ。まあ、日本でいうと3セメスターって2年生に当たるのかな、うん、うんうん。に編入できるよって言われた学校もあったの。でも、デカモルトは1年生からじゃなきゃダメって言われてて。うん、あ、はい、はい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 。で、それがなんかすごい負担で。大友先生に1年目からしか出たものとはいけないって言われてるってどうしましょうかみたいに言ったんですけど、でも絶対出ともると以外は考えられないみたいに言われちゃった、うん、あ、そう、先生に出たものとに生徒、うん、そう、もう一個候補の学校があって、うん、そちらは3セメスターからだったから、うん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 、だったし、あともっとずっと都会だったからうん、その都会の学校に行きたかったんだけど、先生は、うん、いや、デトモルトの方がいいよって。一択です。ああ、そうね。返事遅いんだけど、その時だけはね、秒で帰ってきた。ってなる。ああ、で、その都会の大学も受験したんですか？受験する予定だった。あ、そうなんだ。で、やめたのが先で、受かっちゃったから。うんうん、ああ、そうか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 。うん。その場で出ちゃったんですね。うん、なるほどね。で、マイゼン先生がいらっしゃったんだっけ？バッハで有名な、もうフルートの神様みたいな、バッハ、マイゼン先生は。マイゼン先生のお弟子さんの、アヒレス先生っていう先生が、当時は、フルートかの先生だったんだけど、うん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 、私のそのカセットテープにお返事をくれたのもアヒレスだったんだけど、うん、その後、アヒレス先生はもう退職するからって、まあその時におっしゃって、うん、次のね、先生が来ることになっている状態での、うん、誰が来るかわからない状態での受験だったんですよ。あ、そうなんだ。あ、そう。じゃあ、講師ピーレしたのはアヒレ先生だけども、その先生が取るわけではないみたいな。そうなの。だから、ここ複雑な感じなんですよ。はい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 、はい。で、次の先生決まってないまま、アヒレ先生以外の先生が、だから審査員だったんだよな、多分。その以外のフルート科の先生もいらっしゃったの？いた。うん、いらっしゃった。でもね、ドセントの先生だったんだよ。講師の先生。あ、教授じゃなくて講師の先生。はい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 。で、その先生のクラスには入ることはない。入らなかったの。うん、うん、そうなの、そうなの。面白いよね。なるほど。で、その後、まあ、ドイツ語ができてないっていうことで、なんか先輩にこの役言うの恥ずかしい。ドイツ語がダメっていうことで、合格。フルートに関しては合格。でも、ドイツ語は不合格だから、なんていうの、学校がお金出してあげるから、語学学びなさいっていう、スプラッセメスターっていうのになっちゃった。おぉ。あれ？あれでもさ、ドイツの音大って、受験が受かってから1年以内に B2 バイを出さなきゃいけないんじゃなかったでしたっけ？
違う。まだね、その頃はそこまでじゃなかったと。あ、そうなんだ。あ、そうかそうか。じゃあ、なんだ、ドイツ語のクラスのドイツ語の試験の資格は出さないで受験できたんですね。そうなの。あ、今出さなきゃいけないね。そうだね、多分。うん。そうなんです。その頃はまだ緩やかで。なるほど、なるほど、なるほど。受かったのか、合格か不合格かもわからない状態でも受かった。ありがたいことに、まあ、学校に先生が語学の先生が来てくれて、うん、で毎日毎日ドイツ語を学べるという素敵な、ね、期間が半年間あったんです、ね、はい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 。でその期間に、ね、うん、フルートもクラスとかも並行してあってってことですか、うん、本来だったらそれが、ね、できるはずだったんだけど、うん、私の場合はその先生が決まってない状態で半年間空きだったんですよ。で他の学校から先生が何だろう、お助けで来るような期間だったから、あのお助けの先生じゃない、まあね、本当に先生がいてその先生が取った状態でしかセメスターの人はレッスン受けてたけど、私はねちょっと受けられなかった。なるほどね。それもドイツあるあるっていうか、まあでも珍しいというか、時々ありますよね。セメスター始まってんのに先生結局決まんなかったみたいなね。決まらなかった。うん。まあ、うかつに変な先生を決めるのは良くないって考え方なのかもしれないですね。確かに確かに。うん。へえ。結局、2人先生が来てくださって、うん、まあ、みんな振り分けてもらった。ってことはそのシュプラーカジメスターの時はカウントに入らなくて、それが終わってから、カウントに入らなかった。なるほどなるほど。1ゼミスターになった。なるほど。でも学生証はもらえてみたいな。そうそう、いろんな権利はあって、いいですね。学生証もビザももらえるし、研修もできるし、みたいな感じ。副科のクラスとかも取れたの？あの講義みたいなやつとか。だってドイツ語わかんないから言ってもわかんない。確かに確かに。でしょ。そうだ、思い出してる場合じゃない。その前に私聴講生っていうのにしてもらってたんだ。ああそうなんだ、そうなんだ。私みたいな感じですね。ビザがやっぱり受験するのに必要、まあね、必要になってくるから、うんうん、そのデトモルトでアイリス先生の前でフォアシュビルした後に、うんうんうん、じゃあ上校生っていう形にしてあげるから、うんうんうん、そこから受験しなさいっていう形になって、上校生をした後にシュプラクセメスターしてやっと1年生になれたんだ。思い出した。なるほど、なるほど。長い道のりだね。長い道のりですね。まあ、ドイツ語時間かかりますね。ちょっと難しいからね、言語がね。いやー、ちょっとセンスがない。いやいやいや、フルートのセンスがあれば大丈夫。いやいやいや。そうか、そんな感じなの。そんな苦労、涙と苦労で大学に入学。すごいね。やっとね、1年生。ありがとうございます。ねえ。また今度ね、学校の、学校に入ってからの話もぜひ聞かせていただきたいなと思います。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではまた、アフビダシン、チュース。